地球最後の男は、アメリカの作家、リチャード・マシスンによる1954年のホラー小説。ゾンビや吸血鬼文学の近代化に影響を与え、薬病による世界的な目視録という概念を広めた。この小説は、成功を収め、映画、地球最後の男、地球最後の男、オメガマン、アイ、アムレジェンドなどに映画化された。 アイアムレジェンドは1954年に発表された。日本では新たな版が刊行されるたびに異なるタイトルが付けられた。以下にその変遷を示す。吸血鬼から1958年、早川処房、田中小美正役、地球最後の男、人類、SOS から1971年、早川処防、同役、 地球最後の男から1977年9月、早川書房、同役、愛、アムレジェンドから2007年11月、早川書房、尾上浩二役本校では弁ンギ城さんを記事名としている。本作は、リチャード・マシスンの長編デビュー作であるとともに、全世界の人間が吸血鬼とかし、ただ一人の人間となった、主人公に襲いかかってくるというシチュエーションが、 様々なエピゴーネンとオマージュの対象となっている。主に、これらの点が、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドなどの現代のゾンビ映画のイメージに影響を与え続けている。現在までにビンセント・プライス、チャールトン・ヘストン、ウィル・スミス主演で3度映画化されている。1970年代、人間を死に追いやった後に、吸血鬼として蘇らせる吸血ウイルスが世界中に蔓延した。 人類が滅びる中、ただ一人生き残ったロバート・ネビルは、夜な夜な自分の家の周囲に集い、騒ぎ立てる、吸血鬼たちと孤独感に苦しみながら、昼間は眠る、吸血鬼たちを駆り出していを打ち込みながら、生活必需品の確保と、吸血鬼退治の方法を研究し続けるのだった。そんなある日、ネビルは、太陽の下で活動する女性を発見し、自宅に引きずり込む。 ルースと名乗る女はやがて自分がスパイであること、そしてネビルにこの場所から逃げるように告げて姿を消すが、ネビルは結局自宅に泊まり続ける。そしてある夜、暴走族のような集団がネビル邸を襲撃し、周囲に集っていた吸血鬼たちを殺戮し、抵抗するネビルを痛めつけて連行する。彼らは吸血ウイルスに侵されながらも生き残り、 新たなコミュニティを形成する新人類であった。そして、ネビルは彼らが処刑されようとする自分を見る目に恐怖が宿っていること、そして彼らにとって自分こそが人々が寝静まった頃に街を徘徊し、人々を殺戮しまくる伝説の怪物であることに気づくのだった。以下、特に断りがなければ、カラー映画、ありがとうございます。